和歌山県の情報をお伝えする紀の国21、テレビ和歌山アナウンサーの佐藤瑞穂です。さて今日は仁坂知事がさまざまな分野で活躍する方をゲストに迎えてお送りする知事と語るです。では早速ご覧ください。和歌浦湾を望む高台、海南市下津町にある大日本除虫菊株式会社和歌山工場です。こちらは1885年に有田市で創業、現在は大阪市に本社を置き、従業員は484人となっています。菌長の蚊取り線香をはじめとする家庭用殺虫剤や医療用防虫剤、家庭用洗浄剤、トイレタリー製品の製造と販売を主な事業としています。今回は大日本除虫菊株式会社菌長の上山直秀代表取締役社長と仁坂知事がものづくりから始まる快適な暮らしをテーマに語ります。それでは上山さん、仁坂知事、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて上山さんはコマーシャルでも大変有名な菌長、大日本除虫菊株式会社の社長さんでいらっしゃるわけなんですが、本日は皆さんおなじみの菌長と呼ばせていただきたいと思います。よろしくお願いします。さて菌長の創業は和歌山県有田市だと伺っております。創業は、上山社長のひいおじいさんにあたられる上山栄一郎さんということなんですが、はい、創業当時の何かエピソードがあればそこから伺えたらと思うんですが、上山栄一郎は9人兄弟の7番目でして、はい、まあ、男でいうと上から4番目だったんですけど、もうあの当時は そういう立場にいると結局もうお兄さんの下働きにしかなれませんから、ちょっと決心をしてその東京へその勉強に出て行ったわけですよ。で、まあ、その勉強の目的っていうのはその実家のみかんの輸出会社を作ろうというのが目的でして、で16ぐらいの時に上京しまして、結局まあ6年ぐらい向こうにいたんですよね、はい、明治18年にこのそのみかんの輸出会社の上山商店というのを作るわけです。その時代にですか、はい、まだ22歳ですよ、はい、でその時にちょうど同じ明治18年にその慶応で勉強してたんですけど、はい、福沢諭吉先生のところへ、はい、アモアさんというイギリス人がやってきまして、で自分はそのアメリカで植物の貿易会社をやってるんだけども、うん、その誰か日本の植物に詳しい人を紹介してほしいと、はい、上山栄一は6年間向こうにいて途中で何遍も帰ってこいって言われましてね、で帰ってこないもんだから仕送りを止められたんですよ。あちゃまあらで仕送りを止められたんで、福沢先生がそれじゃあその庭師というか植木の世話をするようなね、アルバイトをさせてくれてたんですよ。あ、そうなんですか。それでだからその覚えてくれておられまして、それだったらその和歌山のみかん農家の息子の上山っていうのがいるから彼をその紹介するということで、はい、それでその福沢先生の屋敷に呼び出されて、はい、それで引き合わせてもらったんです、うん、でまあそのアモアさんに、まあ、和歌山まで来ていただいて日本のその植物をまあ、みかんの苗木もそうですけど、いろいろお渡しして、翌年にお礼状が来て、その中に除虫菊の種があったんです。あでその除虫菊の種にはその手紙がついてまして、これはそのアメリカでは今非常にたくさん栽培されてるんだけども、それでお金持ちになった人もいるから、はい、やってみたらどうですかということが書いてありまして、はい、でその当時どういうふうに使われたかというと、その除虫菊は乾燥したものをこう細かく砕いて、ベッドとか床に巻いて、まあ、飲み取り粉として使ってたわけですね。あ、なるほど、はい、それでその同じように飲み取り粉を作ろうとして、除虫菊の栽培農家を募集したわけです、はい、そうするとまあ全国から応募があったんですけど、その都度その農家を訪ねていきまして、でその旅の途中で東京の宿屋で仏壇線香を扱ってる人と相部屋になりまして、でこういろんな世間話をしてるうちに仏壇線香に除虫菊の粉を練り込んだら蚊取り線香ができるという発想を思いつくわけです。それで、結局作ったのが、1890年ですかね、で最初はだからみかんの輸出会社を作ろうとしたんですけど、そっちの方へ変わったわけですよ。
女中菊にやかけてみようということで、でも最初にできたのはその仏壇線香と同じぐらいですから、それだとまあ40分から1時間弱しか持たないわけですよ。あ、時間が、はい、はい、それでこれをなんとかやっぱり時間を延ばさないといけないということでいろいろ考えてましたら、奥さんがその渦巻きにしたらどうかというアイデアを出しまして、それで、渦巻きになるわけです。あ、今のあの形の渦巻きがその奥様の発案でなったんですか。奥さんはいろいろやってましてね、最初はだから和菓子を作るのと同じようにして木型に練ったものを入れてそれで渦巻きを作ろうとしたんですけども、木から剥がれないんですよなかなか。あ、確かに、はいはい、それで悩んでますと、その奥さんがそれだと餅焼き用の網を使ったらどうかと。網ですか、はい、はい、でだから手で巻いたものを餅焼き用の網に乗せて、はい、で乾燥させると、ほんでやっとその渦巻き線香は量産できるようになったんです。あ、その香取線香が、まあ、和歌山の地で初めてできて、今はですね未来技術遺産に登録されたり、また今年の3月なんですが科学遺産の認定を受けてらっしゃるんですね、はい、未来技術遺産というのは、はい、国立科学博物館 の、はい、の認定で、2013年にその認定をいただいたんですけど、はい、今年の3月にケミカルの方の日本科学会というところから、香取線香のに関するものと、それから緊張るとそれからその有効成分の解明に関係する資料を、科学遺産に認定するというふうに言っていただきました。はい、知事、こういった香取線香が和歌山の地で発祥しているということについて、はいはい、今少しお話いただきましたがいかがですか。人類の敵の中で一番強敵は何かというと蚊ですからね。え、そうなんですか。いろんなマラリアとかものすごい、病気があるところに行ったら蚊が一番やっぱり怖いんですよね。でその人類のためにね、その香取線香が、もうそれこそ東南アジアなんかでもものすごく流行ってますよ今。あ、いっぱい売られてますからね。あ、そうですね。でそういうものを発祥がこの和歌山から始まったっていうのは素晴らしいことだと思うんですよ ね、 まあ、他にもね金山寺味噌とか醤油とか鰹節、はい、とか漆器とかね、うん、たくさんありますよね。古式工芸とかね、はい、そういうことを改めてこう思う時の材料の一つとしてこれもあるんじゃないかというふうに思いますね。そうですね、はい、よく私たちが見かける香取線香のパッケージの表にマークがありますが、はい、あれ鶏になってますよね、はい、それも何か上山栄一郎さんという人物を表すマークなんでしょうかね。マークをなぜ設定したかというのは、まあ、私どもが聞いてるのはその、はい、芝線の式祖神殿の中に、むしろ蛍光となるとも牛語となる流れという言葉がありまして、はい、だからまあその大きいものの後にくっついていくんじゃなしに小さいものでもその中でこのトップになれと、そういうことで、まあそれはいろんな解釈がやっぱりあるわけで、私は今それはもうユニークであれっていうことだというふうに私は解釈してるんですけどね。ユニーク、うん、でもそのなぜ鶏がになったかというのは、一つはやっぱり明治18年が鳥年だったんですよ、会社を作った年がね。なるほど、はい、で商標登録をするのは、明治43年なんですけども、その当然前からどうしようかと考えてたと思うんですけど、明治42年が取り出してるんですよ、だから、まあ、鳥とも関係はあると思うんですけどね。それから、まあ、もう一つはその私も調べて初めて分かったんですけども、初めて香取線香を作った時はそのまだその蚊が感染症を媒介するという意識はなかったんです。そうなんですか。一番最初に蚊がマラリアを媒介するっていうのは分かったのは1898年で、これはイギリス人が発見をしたわけですけども、病気の予防とかそういう意識はその当時はもう全然なかったんですね、でだからどっちかというと最初の商品っていうのは蚊に刺されるのが嫌とか、あるいはそののみに刺されるのが嫌とか、そこから発想してると思うんです。でだから最初の時点ではこんなに大きくなるというふうには思ってなかったと思うんですね。あ、なるほど。だからその小さいジャンルの中で、ともかく努力をして、
一番の技術を持ったところになろうとか、そういうことはやっぱり考えたと思うんです。1898年以降は続々とね、その蚊がマラリアだけじゃないし、デング熱も媒介するとか、いろんなことがやっぱり分かってきたんですよ。でシラミが発疹チフスを媒介するとか、だからそういうことがどんどんこう続いてきて、それにだからうまく応用することができたということだと思うんですけどね。なるほどね。それから緊張といいますと、本当に他に先駆けたような新しい製品開発というのが目立っておりますけれども、どんな考え方で製品開発をなさっているんでしょう。一番うちの特技というか特徴というのは、その有効成分の開発の方から始めて製品にまでに至るまでを自分で研究開発するというか、そういう姿勢でやってるものですから、一番まあ端的なのは、そのこれは虫を殺すまでの効力はないんだけども、その幼虫とかね、卵だったら効きますよというの薬がありまして、でそれをその原体を研究して開発したのが洋服用の防虫剤ですね。だからあれはそのまあ虫を寄せつけないというか、その服に虫がついて、で卵はかえって幼虫はその服を食べるわけですから、卵あるいは卵からかえった状態のものをなんていうかやっつけとけば虫に食われないわけですよ。でもその薬はそのまんまだったら虫は殺虫効力まではないからということで、本当はだからもうこの薬はいらないということになるところだったと思うんですね。あ、なるほどね。私たちがよく知るタンスに入れるゴンとかそんなものですよね、他にもたくさんありますよね。今まではまあ殺虫剤っていう、まあ、名前からの通りその虫を殺すというのが大事だったんですけども、成分の研究をやっていくと、その虫を避ける寄せつけないという、まあ蚊取り線香もそうなんですけど、あるエリアで行くと虫は蚊は死にますけども、この外側の分野では忌避効果があるっていうのはだんだん分かってきたんです。忌避効果っていうのは、まあ虫を寄せつけないというか、寄せつけない効果で、だから考え方として、できるだけその屋外から屋内に入ってくる虫の数を順番に減らしていけばいいわけですから、まずは入ってくる虫をそのできるだけ減らすと、でそのために虫コナーズという商品で、要するにまあ虫を寄せつけないものをやって、で中に入ってきたものは蚊取り線香とか、あるいは液体用のリキッドで殺すというか、そういう考え方をした方がいいんじゃないかというふうになってきたんです。液体の電気蚊取りってあり、あれも初めて作られたのですよね。そうですね。あれも最初はあんまり、なんていうか早すぎた商品だったんで、なかなか最初は売れなかったんですけど、あれ効きますよね。ありがとうございます。それから匂いしないしそうですね、あれものすごいいいと思いますけどね。画期的ですよね。でも最初それまではだから蚊取り線香あるいはまあマットでしたから、こうブワーッとこう行かないと効いてないとみんな思ったんかな。というかその装置がやっぱりいりますから、値段が非常に高い、ね、そうですか、そうですとしてしか最初はできなかったと思いましたから、やはりそうやってもう先取り先取りで他に先駆けての研究っていうのは、やはり開発にもお金がかかったりしますけれども、そのあたりの考え方っていうのはいかがですか。この商品をやるかやらないかというのは投資として考えていかないといけない、まあ、最近ではその、イカリジンという虫除けの成分が、やっと認可されて、去年虫除けを人体用の虫除けを出したんですけども、これはその認可を受けるまで10年かかってるわけです、だからその10年前それはだから10年前にそれをやっとこなかったら去年にそれが出せなかったわけですね。今まではディートっていう有効成分しかなかったんですけども、その今度の新しいイカリジンって、まあ、これはヨーロッパではよく使われてますけども、そういう成分をやっぱりの人体用の虫除けを開発した方がいいんじゃないかということを考えて、それでやってたわけですから、まあ、その辺の判断は難しいですよね。なるほど。これにだから続けるか続けないかという開発研究というのが必要なんですね。知事お聞きになっていかがでしょう。銀座さんはどんどん新しいものを出しながら成長しておられるわけですけど、そういう、こう変わっていきながら大きくなっていくっていうのが
やっぱり大事なんでしょうね、うん、経済の世界では。で、和歌山県っていうのは実はそういう意味では化学産業、はい、広い意味での化学産業はうまくやっているところが多いと思いますね、はい、和歌山県の化学産業って3つあるんですよ、大きく分けると。私の分類ですけど、一つは金城さんみたいなその蚊取り線香系で発展してきた会社、はい、それから2つ目はいろは朝次郎さんが作った、まあね、今でいうと本州科学とその系統 の、はい、化学の会社ですね、機能性化学品を作っているような会社、和歌山市中心に発展しましたけど、それから花王ですよね。あ、でまあ石鹸ですよ、はい、だけど考えてみたらみんなそれぞれいろんな商品を作って、で昔例えばその真ん中で言った化学産業っていうのは染料を作っていたんですね、うん、それで繊維産業と一緒になって発展してきたんですけど、もう今染料でやってるところっていうのはだんだん少なくなってきて、ボーイングの羽の接着剤とかね、炭素洗剤を作るところとか、まあいっぱいいろんなところ分かれてるんですね、で製薬原料なんか作ってるところもありますしね、変わりながらうまく発展してるのをうまくやった産業ではないかなと思いますね。県では県内企業の研究開発への支援というのを進めていらっしゃいますが、はいはい、で吉兆さんみたいに大きくなるとですね、もうご自身でビシッとやる能力もあるし判断力もあると思うんですけど、はい、やっぱりもっと小さいところで言えば、その研究開発の負担で次に進めないというところが結構たくさんあると思うんで、はい、特に中小企業助成の中では研究開発助成っていうのは大事にしてます、はい、これも階層別に組み立てていて、うん、で一番小さいところで言えば和歌山元気ファンドっていうのがあるんですね、はい、でこれは中小企業振興機構かな、から基金もくれたんで、はい、で地元の銀行にも基金出してもらって、県庁もちょっと出して、でその上がりでイノベーションを、これは研究開発に限らないんです、何でもやってもいいから、はい、いいのを出してこいと、それで審査をして、あこれ見込みあると思ったら、それに専門家の人たちが判断したら順番に出していくと、うん、まあ、500万円ぐらいが限度ですかね。あ、はい、それから大体2000万円ぐらいが限度っていうのがあって、でこれが先駆的技術開発っていう名前をつけてるんですけど、はい、中堅、中小企業なんかも技術開発で、こんな研究やりたいと、自分ももちろんお金出すけれどというような話を言ってこられると、それにをまたこう競争家で選んで、それでお金を出してるんですね。さあ、もう一つその上に私の設計ではさらに大きいやつがあって、でこれは大企業なんかも巻き込ん で県外の企業も巻き込んで、県内の中小企業、それから県内外の大学なんか巻き込んで、ビッグプロジェクトを作って、それで産業ごとに何億円とか何十億円もかけるやつがドーンとやってですね、みんなで大きくなろうと、うん、もう一つはね、工業技術センター、例えば研究のための機器、たまにちょっとこのテストをしてみたいっていうというような時には、うん、自分で買うのはもったいないので、そういう時はお使いになるとか、そういうことにも何でも使ってくださいという感じにしてあるんですね、はい、で最近はコア技術の開発、例えば 3D なんていうのはですね、うん、どの産業にもみんな使えるんで、3D の技術と、それからそれ の機械ですね、うん、これはそれぞれの企業の試作品作るときに使ってくださいねと言って、それも提供するようにしてるんでね、それからラボっていうのは作りましてね、はい、で和歌山県 のちょっと大きめの産業群があるんです、はい、例えば化学がそれ一つですけど、そういうのに適合的な機械設備をですね、集中的にそこ の施設に置いといて、でどうぞよかったら使ってください、はい、いうようなこともやってますね、はい、我々もその殺虫剤に関しては技術を非常に持ってますけど、はいはい、プラスチックとかね、そうですよね、電気とかいうことになるともう違う分野になりますから、はいはい、そういう時はその技術センターへ行きまして、うん、そこからその知恵を借りていろんなヒントをもらって、はい、それでだから具体的にはタンスニコンなんですけども、プラスチックのこの成形したものを作ったとか、ああそうですか、だからもう違う分野のことはどこに引きに行けばいいっていうのは皆さんやっぱり終わりになると思うので、そうですよね、うん、
さて上山さん、緊張と言いますと、もう一つこう皆さんよくご存知のコマーシャルですよね。大変こうユニークで面白いコマーシャルが多くいいんですけれども、宣伝という意味では何か心がけていらっしゃることってありますか？コマーシャルっていうのは本来はその視聴者の方は見たくないもんだと思うんですよね。まあ、番組の途中に入ってくる、そうです。ドラマをやってて途中で入ってくるわけですから。確かにそういう要素もありますね。実際は見たくないもんなんだけども、でもこっちとしては見てもらわないといけないと、だからなんかやっぱり見たいと思ってもらえるようなものを作りたいというのはまずやっぱり第一にありますね。なるほど。でそれとやっぱりそのこっちからアピールするというか言っていかないと分かってもらえないと、いうのがありますから、宣伝というのはその中身とそれから数と、それからどれだけ伝える力があるかと、この3つの掛け算だと思いますから。なるほど。ただ面白いものをやりたいというわけじゃなくて、その後に続くものを見てほしいとは思ってるんですけど、でも難しいのはやっぱりその時代その時代時代にあったものを出していかないといけないっていうか、そうですね、だから今全然知らない人が昔のコマーシャルを見て、なんでこれがそんなに評判になったのっていうのはやっぱりあると思うんですね。でもそれはその時代にすごく受けたっていうのは、その時代の雰囲気をやっぱりに合ってないとダメっていうのは、そこは一番難しいところだと思うんですね。そうですね。そしてまた私たち一般から見てこう疑問に思っていることにちゃんとパンと答えてくれるコマーシャルですよね。そんな気がするんですが、知事お聞きになっていかがでしょう。はいはい、和歌山の中小企業ということを考えると、なかなかその、いくらまあセンスが良くても、まあ、金鳥さんのような投資をして、商品イメージをきちっと確立するってなかなか難しいと思うんですよ。でそうするとどうしたらいいかというと、やっぱりちょっと束になってかかっていた方がいいなと。束になって一社ずつはなかなか難しいんで、はい、それでまあいろいろ工夫をしてます。例えばプレミア和歌山っていうのを作って、はい、それで一個一個では商品イメージが確立しないんだけど、まあそれがついてて、そう言ってもらえると、じゃあ、ちょっといいもんかなというふうにこう思ってもらえるようなものをまとめて宣伝をしようというようなこともやってますし、それから最近はその産地と組んだ物語っていうのを、説明できるものがいいという時代でもあるんですね。はい、でそうすると地域登録商標とかね、それからよくスーパーさんなんかに何々産地のトマトとかなんか言って作った人のイメージが分かるようにしてるとかありますね。はい、ああいうようなことをその産地とのイメージで売り出していこうとかですね、そんなようなことも努力をして、和歌山県はやってますね。と思いますと、和歌山のものはなかなかええぞっていうことになると、日本ではね、まあそんなことはないんですけど、はい、世界でいうとね、それでお金儲けしようというやつが出てくるんですよ。中国なんかですね、貴州とか和歌山とかいっぱい登録商標を登録しといて、まあどうでしょう、登録料は安いんでしょうね。それで今度本当に流行るとですね、お金くれと多分言うんでしょう。でそれはけしからんのでですね、そういうのを見つけると直ちに向こうの訴えを起こして県で全部潰してます、というようなこともやってて、やっぱり商品イメージっていうのはものすごく大事ですね。そうですね。さあ上山さん、今日はいろいろとお話をしていただいたんですけれども、皆さんにこうメッセージなどいただけると嬉しいんですが、いかがですか？まず、まあ、仕事上のメッセージとしたら、はい、やっぱりお願いしておきたいのは、そのマスコミに対しても行政に対してもそうなんですけど、感染症が流行った時はできるだけ大騒ぎしていただきたいと。はい、それは結局はですね、そうなるとセルフケアをすると思うんですよ。ただ誰かはもうこういうことになったけど何とかしとくからっていうんじゃなしに、自分が気をつけないといけないというのをまずやっぱりそういう気持ちを持ってもらわないと本当にその感染症を防げないと思うんですよ。はい、だから大騒ぎすることですね。そういう時は大騒ぎしていただいた方がむしろ結果としていいふうにいくんじゃないかと。そうなんですね。であとはまあ
商品はいろいろあっても非常に身近な商品だから割に分かってると思って使われる方が多いんですけども、うん、説明書きをやっぱりしっかり読んでいただきたいと。きっちりよく聞くための説明書きとかそういうのはちゃんと書いてますから、はい、それはやっぱりよく読んでいただきたいなと思いますし、であんまりこうたくさん 使えば使うほどいいんじゃないかという話に適量をその使うにはどうしたらいいかという知恵もありますからそれはお願いしたいと、はい、それからまあ和歌山についてはやっぱり今私が実際この海南で工事をやってて思うのはもうちょっとその交通アクセスが便利になればいいのになというそれは感じますね。この工場ができた頃はまだ海南までしか複線化されてなかったんじゃないですかね。そうですね。ね、で有田まで通ってなかったぐらい、うん、今も有田まで行ってますけどももっと行かないといけませんね、うん、それから一周の高速道路ももうちょいぐらいになってきたんですね、うん、それから京奈和ができましたしね、はい、でもだいぶマシになってきてこれからまあその足を引っ張られることが少なくなってきた地域かなという感じはするんですけどね、うん、気候としたら非常に温暖で暮らしやすいところだというふうに思うんで、ね、はい、今日はお話伺ってまいりましたが知事いかがでしたでしょうか、はい、世界の緊張ですよ、はい、世界の緊張さんが和歌山で生まれたでしかもねここの海南下津の地にね実はものすごい立派な工場を作ってくださって、はい、和歌山を忘れないで行ってくださるんでもう大変ありがたいことだと思いますね。本当にお忙しい時間をありがとうございました。ありがとうございました。以上知事と語るをお送りしました。それでは今週のプレゼントです。プレミア和歌山に認定されている荒川の桃を3人の方々にプレゼントします。ではプレゼントクイズです。知事と語るのテーマは1番ものづくり2番人づくりどちらでしょうか。ご希望の方ははがきまたは紀の国21のホームページからご応募ください。はがきの宛先は郵便番号 640-8533 テレビ和歌山紀の国21の係です。応募の際はクイズの答えお名前住所電話番号年齢など必要事項をご記入ください。締め切りはどちらも6月28日水曜必着です。続いて先週放送のプレゼント森の猫トイレの当選者です。答えは1番の環境でした。当選されたのはご覧の方々です。おめでとうございます。紀の国21来週は県知事表彰を受賞した方々の活躍の様子や農村地域の暮らしや環境を豊かにするための県の取り組みをご紹介します。来週もぜひご覧ください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。